おつー、おつー、今日も集合しました。やっけーだね、やっけー、あって速攻やっけやっけふれです。やっけふれの最近はどうよ、どうですか最近。そうだね、最近ハマってる食べ物ってさ、何ちょっと今持ってるんだけどさ、最近どころかもう生まれた時から好きかもしれないレベルで、でもね万人受けしないんだよ。みんなにちょっと食べてほしいんだけどさ、さっきスーパーで買ってきたんだけど。持ってるの、出していい、見たい見たい、なんだ昔から食べてる。そう、私さ、小学校の時からめっちゃ好きで、それはこちらです。おー、南高梅です。南高梅。でも梅干し好き。梅干し好き、私も。でもこれなの、これを食べてるの。このなんかさ、もう本当にジャンル問わずで、私のもう本当昔から好きなのは、もうカリカリ梅から。わかる。梅好き、私も。私も好き。言った。乾燥梅干し。もう大好き。あとほら緑があったり、緑も好き、カリカリも好き、ウルトラマン梅とかさ、覚えてる？ウルトラマン梅なんだろう。ウルトラマン、ああわかる、わかる、入ってるやつだ。あ、もうよだれ出てきた。わかる、ね、唾液が出てきた。スモモ梅とか、あわかる、ちょっと甘いね、甘くて甘いもの好き、わかる。当時からさ、芝梅とかめっちゃ好きで、よくさ、ラジオ沖縄の近くのスーパーに。なんか梅干し買いに行くんだよ自分。あ、ラジオ沖縄の近く、あ、スーパー、スーパーあって、でそこのスーパーでよく買うんだけど、でどの梅が美味しいかマイ検証してて、あ、待って、私あるよ、ある好きな梅。でも待って、でもカバンの中から梅干しのパックが出てきたのは初めて見たんだけど、うん、私もこれ昔感覚で、ね、どこで食べるのどこでいつの感覚で食べるの。これ今日のランチで食べた。だってこれ冷蔵庫に入ってるサイズのやつだよ。これがカバンの中に入ってんの。なんか今日はさ、このメーカー食べたことなかったから、これ初めて見た。梅田っていうところなんだけど、なんか高級っぽそう、なんか、ね、特選とか書いてるし、だってパッケージゴールドだしね。そうでしょ、で3月4月はなんか梅のシーズンらしくって、へー、だって私そうなんだ、梅もつけてたよ、梅干しも。マジで、すごい、これは結構、ね、天日干しさせて、そうそう、自家製梅、すごい、とか梅酒とか作ってた。あ、めっちゃいいね。あ、みんな梅好きなんだ。梅好き、梅サワーとかも好き。あ、好き好き好き、うん、美味しい美味しい。あ、わかる、梅サワーとか最高だよね。小さい頃さ、白い粉がさついてる梅干しの、わかる、乾燥梅干しなかった、ちっちゃい白いのでしょ。あれさ、よく食べてたわけ。食べてた、お母さんに体に良くないよとかって言われてたけど、駄菓子屋に行ってた、駄菓子屋に、そうそう、でも美味しいよね、あれ美味しいんだよね。懐かしい、今 見ないな、白いね粉が振ってるの。そうなんだよ、こう意外と梅好きがさ、向いてよかったよ、うん、なんか苦手な方もいるからさ、あれなんだけど、あのさ最近発見したんだけど、梅食べるじゃない、うん、その後にお水飲むじゃん、うんうん、お水がめっちゃ美味しい。嘘、本当にそうなの、めっちゃ美味しい、本当に。ちょっと一回試してみる。あ、大丈夫、やるよやるよ、持ってる。え、食べていいの、え、この飲んで、いいの、食べて、よだれ出てきた、やばい。あ、私もやっけ、やっけ、やっけやろ、口がもうジョーってなってる、やっけ、やっけやろ、やっけ、やっけやろ、何個、じゃじゃ、まず巻いて、やっけ、やっけフレンズよ、与えてる、やっけ、開ける前に与える、やけやけやけプレイ、イエーイ、梅干し食べよう。あ、よ、香りがすごい、めっちゃ香りすごい、うわすごい、そう、特選選んできたんだよ。あ、でもニーナ結構皮がしっかりめが好きなんだね。なんかもう、一旦挑戦って感じかな。あ、本当に、なんかよだれ出てきた。ちょっとでもパソコンどかしてた方がいいかもしれないね。寄せて、ちょっと寄せて、めっちゃよだれ出てくる。焼酎に梅、家飲みにって書いてある、ね、あー、もういいじゃない。塩分、塩分何パーセントかな。塩分はね 5% って書いてあるね。あ、ちょうどいいんじゃない。梅田さんの、うん、化学調味料不使用、極薄塩味だから、ありがたいね。じゃあニーナの美味しい食べ方としては、梅干し食べた後にすぐお水、うんうん、そうそう、ちょっと味わった後にお水を飲むわけ、うん、あ、いいね。ちょっとじゃあ水もスタンバイやってみよう、やってみよう、はい、じゃあ一気に行こうか、みんなで。あ、ティッシュある、梅、ね、行って水ね、うん、オッケーオッケー。じゃあちょっと梅乾杯しよう。あ、イエーイ、はい、いただきます。じゃあもらいます。はい、はわ、乾杯、乾杯、梅を3つくっつけて乾杯しました。いただきます。いただきます。うん、お、うん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 、
全部いった。酸っぱくないね。うん、あ、本当だ、酸っぱくない、うん、酸っぱくないよねこれね。うん、はい、うわ美味しい、結構さっぱりとした味。うんうんうん、うん、からのおいしい、お水をペットボトル持って、うん、美味しいっちゃ美味しい。だから待って待って、もう一回水飲もう。シュールすぎるこれ。あ、どう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 、な、ま、梅が流されて、あ、なんかまろやかになる、うん、口が、うん、梅残したまんまがいいね。あ、そう、水、あ、そうだね、梅を残したまんま、あ、そうなの、梅を口に残したまんま、うん、梅水みたいな、水を一緒に飲んで、梅水ちょっと口の中で楽しむみたいな。どん、うん、それそれ、あ、梅水が正解だ。梅水だ、梅水か、梅を流しちゃうと。梅水だったら美味しい。ああ、なんか水だったね。でも水のなんかさっぱり感はなくて、ちょっとまろやかになるよね。まろやかになった、うんうんうん、その食べた後でも、うん、だからちょっとさ、2,3 粒食べてくると、こう喉乾いてきちゃうから、お水が美味しくなってくるんだ。そう、単純にそれだ。それだってさ、梅干し食べ過ぎた後のさ、うん、夜さ、きつくない？なんか水いっぱい飲んじゃうの。わかる、ね、寝る時もさ、寝る前にいっぱい飲んじゃう。喉乾く、喉乾くよね、うん、で翌日むくむみたいな。あー、そうだよね、うん、梅代償大きいな。梅の代償意外とあるな。塩分がね。乾燥梅干しも買ったらさ、なんか一パック全部食べきっちゃう。食べきっちゃうよね、手がね、まで美味しくなっちゃうね。わかるわかる。え、種入りとさ、種なし、どっちが好き？うん、せーの、種なし。どっち？分かれた、種入り。あ、入りなんだ。種なし。なしがいい。なしがいい。あ、そうだったの。こう種を、なんていうんだろう、出す手間。うん、あ、いいな、いいかなと思って。あの、便利を追求してるわけね、二人とも。そう。でも、あれなんだよ、種がある醍醐味はさ、種のある、うん、種の周りの、あ、カニカニチュッチュッて、あれがいいんだよ。あ、でもわかる。ちょっとスプルのがいいみたいな、ね、しかもなおかつ、わかる、種をさ、舐めすぎてしまって、うん、割れる時があるんだよ、種。あ、わかる。中から出てくるよ、ね、中からさ、出てくる。種何、めっちゃ美味しいんだけど、ね、美味しい種。梅、梅入ってるよ、ね。梅入ってる。ちび梅。そう。あれがまた美味しかったりするね。なんかそう言われたら、ちょっと種入り食べたくなったな。ね、ドラゴン梅も美味しくない？わかる。美味しい。ドラゴン梅。美味しいよね。あれも美味しい。あれも美味しい、ね。べっこう、ね、飴とさ、生の梅干し、ね、甘いのとね、合うんだろうね。絶妙だよね。睡眠の時とかにさ、なんか、一杯ある。お家とかにさ、おじいおばあの家にさ、置かれてたりするね。うん。あ、美味しい。あ、南はおすすめ、おすすめのさ、待って、うん、梅があってさ、みんなスーパーで見たことあると思うけどさ、なんだろう、ボトム梅って知ってる？あ、知ってる。あるさ、美味しくない？美味しい。それが言われてる。つぶれボトム梅。これ私超好き。これ大きいし、好き。そう、大きいし、ね、柔らかくて、わかる。あのね、つぶれた感じがいい。つぶれた感じがいいよね。これお茶漬けに入れたらもう超最高。美味しい。これおにぎりで食べたらもう、ね、おにぎり本当に美味しい。鰹節とさ一緒にさ、なんか混ぜて、おにぎりの、うん、入れたら美味しい。美味しい。いいね、いいね。なんか鰹梅みたいなのも売ってるじゃん。うんうん、鰹梅もある。練り梅鰹みたいな、うん。あれも美味しい。美味しいよね。きゅうりと混ぜたら美味しい、あれ。ね、梅きゅうっていうか、梅きゅう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 、美味しいね。梅最高だね。うん、梅、トマト、あのさ、私お取り寄せとかやってんだけどさ、うんうんうん、梅のトマト梅って知ってる？わかんない。トマト梅わかる。え、だってうるま市で売ってない？トマト梅って。それが、え、嘘、売ってんの？あ、乾燥したものじゃなくて。お取り寄せしてたよ。トマト、あ、それじゃない、トマト梅って何ね、トマト梅、あのね、フルーツトマトと一緒に漬けた梅っていうのがあって、それがさ、あの、みんなほら、蜂蜜とか、やっぱりあの、なんだろう、砂糖漬けっていうか、なんかそういうもの、氷砂糖とかあるとは思うんだけど、それも美味しいんだけどさ、フルーツトマト梅に、あの、出会ってからは、それ知らない。うわって思って、ね。私、トマトの乾燥したものだった。それあれも美味しいよね。あれも美味しい。美味しい。トマト梅はさ、こんな感じ。トマト梅？こんな感じでさ、トマト梅って普通に書いてあるんで、ひらがなでね。で、なんか、フルーツトマトと、トマトなの梅なのどっちなの？そう、トマト、あ、梅なんだけど、トマトと漬けてからに、あったっていう。トマトに漬けた梅？そう。面白いでしょ？何それ？甘いのかな？なんだろう。なんかさ、フルーツの甘さが乗っかってんのよ、このトマトの酸味と。あー。めっちゃおすすめです。ちょっとフルーティーなんだ。
よくお取りで寄せする。あ、カナのおすすめこれでしょ。そう、これ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 。あ、塩トマト。そう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 、あれ美味しいよね。あれ、うるま市なんだ。うるま市で売ってるよね。あ、美味しいね。食べたあ、そう、これ美味しい。美味しい。そう、ドライトマト。あ、そうそうそう。トマトの話になっちゃったけど。見た目梅干しだよね、これね。見た目梅干しだわけ。干し柿にも見える。塩トマトを書いてるけどね。そう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 。で、みなみも好きなの、なんかある？梅シリーズ。梅のおすすめ、うんうん、おすすめ。何があるかな。あ、男梅。あ、美味しい。美味しい。あれ最高。男梅最高だね。最高最高。手塩に決めたなんちゃらっていうね。男梅っていうのね。そう。美味しい。あれ止まらない。ね、そう、止まらない。でも舌痛くなるよね。わかる、わかる。食べ過ぎてるね。男梅なんか、レギー版とかあるよね。ある。ね、あのちっちゃいの、なんか、男梅の。うん。あの、和服の女の子が映ってる。コウメ？コウメちゃんだ！コウメちゃん！コウメちゃん！コウメ美味しい。あれ大好きだった。大玉が入ってた。大玉好きみたいな。大玉だよ。みんな大玉派？大玉派。美味しかったよね。美味しかった。中にゼリーみたいな入ってるね。ゼリーが。あれが美味しい。ちっちゃいのコウメもさ。コウメも美味しい。最初美味しくない？あの、なんか周りにさ。わかるか。面白くなね。その最初の入れた時が。コウメちゃん美味しい。美味しい。そうだ、コウメちゃんだ。あ、いいね。でも練り梅も美味しくない？あの、無印とかに売ってる、蜂蜜の練り梅みたいな。あれも美味しいね。あれも美味しい。梅の効果。梅食べるとなんか綺麗になるのかな？ね、こんなに食べてるからなんか効果欲しいよね。そうだよね。これで効果何もなかった。ただむくむだけだったらもう嫌だよ。本当だね。梅。梅の商品ほんと買っちゃうもんな。疲労回復。おー、いいじゃん。クエン酸だ。そして老化防止。おー、いいじゃん。おー、そして腰痛、肩こりなどの緩和。え、そんな？梅干しにそんな効果腰痛が腰痛肩こりの効果があるんだ、そしてクエン酸やリンゴ酸などの有機酸は糖質の代謝を促すということで活性化させるということで、結構あれだね、疲れた時にいいんだね。あ、そうだね、確かに疲れた時欲しくなる、欲しくなる。体調悪い時もね、おかゆに梅干しとかも食べるもんね。いいよね、マラソンの時とかに。ああ、塩分出るの。そうだね、梅最高なんだよね。食べたいな。食中毒予防とかのお弁当では効果あるって。ああ、そっか、だから入れるんだね。胃腸炎もやっぱりいいんだね。胃腸、胃が痛いとかいう人にも効果が見込める。へえ。でカルシウムの吸収促進だって。へえ。じゃあ一緒に食べるといいみたいな。カルシウムの何か食べ物と、え、何、牛乳と梅干しとかってこと？牛乳と梅干しとか、ひじきとか。ひじきに梅入れるってこと？動脈硬化予防もあるって。あ、いいじゃん。血液ね。サラサラ。食欲増進効果だって。食欲ない時に梅で食べれるって。あ、いいかも。梅干しとさ、一緒になんか付け合わせては何が合う？あ、何食べるのが好き？いいよ、いいよ。つけ麺。あ、わかる。日焼け、中華、中華麺とかでもいいし。わかる、わかる。中華そば、冷やし中華とかでもいいし。わかる。冷麺とかさ、合うじゃん。そうそうそう。韓国の冷麺で梅ね。梅あるよね。食べたけど、ある。ちょっと今度行こうよ、みんなで。あ、行きたい。梅。そう、梅つけ麺も美味しいし。梅つけ麺。さっぱり。それこそね。ほんと、美味しい。つけ麺姉ちゃんだから。そうそうそう。梅は合うよね。カナダからさ、なんでだよ。梅カレード？え、嘘、あるの？そんなの。な、わかんないけど。ルナテラスで、ルナテラスで。あ、いいかもしれないね。梅を使った何か。期間限定で。いいかも。夏は。夏だけで、ちょっと梅干し添えちゃって。あ、ピクルスを梅で和えてもいいね。あー。カレーの添えてる。あり？あ、梅カレー作れるってよ。え、誰が言ってる？ディレクターは？あ、梅を作れる。梅を作れる。梅を作る。あ、そう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 。ちょっとドリンクもいいかもね。梅ドリンク。梅ソーダとか。じゃあ M2K でさ、なんか作りたいの。作ろうよ。M2K 特製の。期間限定 M2K プロデュース。うちらでもさ、結構あれだよね。やろうやろう詐欺だけどさ、大丈夫？やろうやろう詐欺ね。やらないんだよね、実際ね。やろうよ。でも私のさ、梅干しをつけた時の写真を見てほしい。梅干しつけてるのはすごい。結構本格的じゃん。梅干し、いいかも。いいね。あれ、何月だったかな？JA にさ、すごい梅がさ、梅干しが、
売ってるんだよね、梅の実がね。へえ、あ、じゃあそれを自分でつけるんだ。そうそうそう、でつけ方とかも載ってるわけで、塩もみしてとか、何日間、うん、かけて、でまあ瓶に詰めるんだけど、それをかき混ぜたりとかして、で最後天日干ししてとか。どれぐらい期間かかるの、梅って。梅、あ、でも1ヶ月ぐらいでつけたかな。そんなに食べれちゃうんだ。食べれる。ふにゃふにゃ。でも、うん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 、つければつけるほどね、美味しくはなるかもしれない。いいね、手作り梅いいよね。いいね。どれぐらいの壺だったの、どでかいやつ。どでかい、あ、もうこれぐらい、あ、どれ、どれぐらい、これすごい結構入るね。よくみんなが見る梅の壺みたいなのを6個ぐらい家にあったかな。もう買ったよ。ビールを買って、めっちゃ本格的、重しも5キロ10キロみたいなの買って、本格的じゃん。そうそうそう、本格的に梅や梅や梅や長峰や梅や、長峰梅や、つけて何に使うの、もうお家みんなで食べる。お家みんなでやったり配ったり、あ、せいやにもあげたよ、梅干しつけて。くだかせいやに瓶に詰めて、でなんかラベルもつけたの、そう、梅干し、手作り梅干しみたいな感じで、すごい、売れる、それを私も欲しい、欲しい、欲しい、食べたい、渡して、そう、お裾分けしてとか、いいね、お父さんとか梅酒で飲んでたりとかして、あ、いいね、今年のじゃ あの春もうさ、春だしさ、みんなでこう縁起担いで梅ね、なんか入れたらなんか来年食べるみたいな。ああ、でもそれやりたいよね。寝かしてからやりたいよね。どうしよう、来年食べる。どうしよう、ここに置いとく。どこに置いとく、あのラジオ機能の隅に。ちょっとクーラーが効いた、空調の効いたところに。ちょっと暗いところがね、いいかもしれないね。寝かせるね。いいね、いいね。梅ね、つけたい。こんなに喋れちゃったよ。すごい、梅つけたいね。うわ、なかなか一生懸命梅のさ、あのフォルダーを写真し、うん、探してんだけど、なんか、うん、もう出てこなさそうだよね。出てこない、もう出てこない、はい、ちょっと後で見せてみよう。じゃあ皆さんも何か梅の楽しいストーリーあったら教えてください。梅ストーリー、梅ストーリーお願いします。さあ、ヤッケフレンズでは皆さんからの、うん、メッセージ、そしてツイッターもね、はい、お待ちしてますので、どしどし送ってください。感想も聞かせてください。お願いします。では今日はここまでです。やっけやっけやっけフレンズ、またね、またね、バイバイ。